はい、皆さんこんにちは。今回の動画では、僕がトレーディングビューで公開しているオリジナルインジケーターの人気ランキングトップ10を紹介したいと思います。僕はトレーディングビューというチャートプラットフォームでオリジナルインジケーターを公開しているんですが、現時点で40本以上のインジケーターを公開しています。だいぶ作ったなという感じでちょっと感慨深いです。今回のランキングなんですが、僕が主観で選んだものではなくて、ユーザーの皆さんの高評価数でランキングしています。ですので、完全なユーザー視点での評価です。で多くの方から指示をいただいているものは、他の方々にとっても役に立つ可能性、 が高いと思いますのでぜひ動画で紹介しているインジケーターを参考にしてみてくださいインジケーターの詳しい使い方や詳しい機能を説明する記事とインジケーター設定のためのトレーディングビューのページを概要欄に貼ってありますので気になったものがあればそちらも併せてご確認くださいそれでは始めていきましょう第10位中央銀行の政策金利インジケーターこのインジケーターは主要中央銀行の政策金利を表示することのできるインジケーターです2022年以降市場の主要な関心は利上げや金利に移っていますこの動画を撮影している 23年9月の時点ではアメリカの中央銀行にあたる frb が利上げを停止し金利を高い水準で据え置くというテーマが相場の関心になっていますが今後は frb を含めてどこの中央銀行が利上げを停止するかもしくは利下げするかっていうように再び市場の関心が変わってくることが予想されますこのインジケーターは各中央銀行の政策金利の過去の推移まで一覧表示できるため過去の利上げや利下げの場面での株価がどう動いてきたのかドルはどういう動きをすることが多いのかというように利上げと相場の値動きを分析 する時に非常に便利ですそれでは FRB の過去の利上げ局面と利下げ局面でのドルの動きを少し振り返ってみたいと思います今表示しているチャートはドルインデックスの月足ですこのインジケーターでは最大で8つの主要中央銀行の政策金利を表示することができますこのような形でチェックボックスによって表示する中央銀行の政策金利を制御することが可能です 過去の利上げ局面でのドルインデックスの動きを見てみると、例えばここの部分ですね、政策金利が上昇してますので、利上げ局面です。ドルインデックスの方を見ていくと、このような形で上昇してますので、つまりドル高局面だったということができます。次のここの部分も利上げ局面ですが、この時はドルインデックスが下落してます。つまりドル安方向に動いてますので、ここに関しては特に相関が見られないということになります。はい、次の利上げ局面、ここの部分ですね、ここの部分に関してもドルインデックスが上昇してますので、ドル高局面だったということができます。次の利上げ 局面ここの部分ですがこちらでもドルインデックスが上昇してますそれからここの部分ですね緩やかに政策金利が上昇していますがドルインデックスの方もこのような形で緩やかにドル高が進展している状況がわかると思いますはいそして直近の2022年以降の利上げの局面でもドル高がこのように進んでいるということがわかります一方で FRB が利下げ局面にあった時のドルインデックスの動きを振り返ってみたいんですが例えばここの部分は政策金利が下落傾向にありますので利下げ局面と見ることができますこの時 のドルインデックスのののの動動ききを見ててみるとこのように下落の動きが出ていますのでつまりドル安の動きが出ていたということになりますえそして次の利下げ局面としてこちらの時期なんですがここの部分に関してもですねここの高値を起点としてドルインデックスが下落方向に転じていますのでやはりドル安方向の動きが出ていたということがわかると思いますそれから次の利下げ局面としてこちらの部分なんですがここはちょうどリーマンショックが発生した時期と重なりますこの時は FRB が利下げに転じる前からドルはすでにドル安方向の動きが出ていましたリーマンショックが発生した 後にドルがががこのようにに一時的に反発発すする動きが発生していますが上がったところから再び下落してますのでこの時期は全体としてドルが弱含みにあったということが分かると思いますそれから最後の利下げ局面として2019年のこの時期があるんですがこの時は利下げに転じてから数ヶ月後にあたる2020年の頭のところでコロナショックが発生しましたその後 FRB が緊急で利下げを行いその後しばらくにわたってゼロ金利政策が捉えていたため米ドルに関してもこのようにドル安の動きが続いていたことが分かると思いますもちろん 米ベドルの動きというのは政策金利だけに左右されるものではないんですが、このように政策金利を切り口として、ファンダメンタルズとテクニカル両面から相場を分析したいという方におすすめのインジケーターです。同率第10位、MTFCCI。 CCI は MacD や RSI などに代表されるオシレーター系のインジケーターです。あまり日本人のユーザーの方には馴染みがないかもしれませんが、海外のユーザーの方から好評です。通常の CCI を表示することはもちろんですが、上位足の CCI を同時に表示することができるので、常に上位足の状況を見ながら相場を分析することができます。今、チャートの下段部分に、この薄い茶色で表示されているラインが上位足の CCI。濃い茶色で表示されているのが現在のチャートの時間軸の CCI です。またダイバージェンスを自動で検知したり、条件を見 出出した時にシグナルととアラートを出すす。ことができるなど色々などい高機能も備わっていますチャートに赤と緑のラインが出ているのがわかると思いますがこれらがダイバージェンスが検知された時に表示されるラインですダイバージェンスの検出ロジックについては概要欄のリンクに詳しい説明を書いてますので興味のある方はそちらを確認してみてください使い方は RSI や MacD といったオシレーター系のインジケーターと同様でこのバンドの下の部分を超えてきたら売られすぎバンドの上の部分を超えてきたら買われすぎの水準を示しますで上側と下側に三角のマークが表示されているのがわかると思います ががこれらが売られれれらら売すすすぎぎ買われぎの水準にに到達した時に表示されるシグナルです上位足の CCI が表示されているので上位足が売られすぎの水準にあってかつチャートの時間軸も売られすぎの水準にある時にそこから反落していく動きを狙うというのが一つの使い方です上位足も買われすぎ、買い足も買われすぎのような状態になっていると一旦調整が始まる可能性が高くなってくるという習性を利用した分析方法です現在 CCI を使っていて上位足の CCI と絡めて分析したいという方はぜひ使って やってみてください 第8位、12本の上位足移動平均線を表示するインジケーター。チャートに上位足の移動平均線を出している方って結構いるんじゃないかと思うんですが、このインジケーターは最大で12本の上位足移動平均線を表示することができます。最大で12本ですので、もちろん不要な場合はそれ以下の本数に絞って表示することができます。上位足の移動平均線だったら、標準のインジケーターでも出せるじゃないかと思った方もいるかと思うんですが、トレーディングビュー標準のインジケーターだと、1つのインジケーターで移動平均線は1本しか表示できません。でですので フェーディンビューの無料プランを使っている場合、3本移動平均線を表示したら、それでも他のインジケーターは表示できません。ただこのインジケーターは、1つのインジケーターで最大12本表示できる点がメリットです。また、例えば、日足の移動平均線を、日足以下の時間軸だけに表示させたいのに、週足にも表示されて邪魔になってしまうということもないです。そのようにならないように、表示する時間軸をロジックの中で制御しています。今表示しているチャートは、ドル円の4時間足、2023年5月からのチャートを表示しています。ここに日足と 週足の二重期間移動平均線を表示していますこのピンクのラインが日足の 20MA そして赤のラインが週足の 20MA になりますでドル円も2023年の年初から強い状態が続いてますよねこのチャートを見てもらうと日足や週足の 20MA が押し目のポイントとして意識されていることがわかると思いますえ例えば日足の 20MA に注目してみるとこういったポイントだったりこういったポイントっていうのが反発の起点になっていることがわかると思いますまた週足の 20MA の観点で言うとこういったところやこういったところというのが やはり反発のポイントとなってます上昇トレンドが続いている中で少し深めに押してきた場合はこの週足の 20MA というのが意識されているという風に見ることができると思いますこのように 20MA はかなり意識されますので移動平均線を使う場合はそれぞれの時間軸の 20MA がどこにあるのかを押さえておくのもおすすめです宣伝するつもりはないんですがこれ実は有料で提供しているインジケーターなんですにもかかわらず上位10位以内に入ってきたということで自分でも結構驚いてるんですがそれだけユーザーのニーズが多いということの証ですしいい評価をいただ ことができているのかなというふうに感じています上位足の移動平均線を複数表示しながら買い足の動きを分析したい方でもインジケーターの数は節約したいという方におすすめのインジケーターです第7位国債の利回り差を表示するインジケーター このインジケーターは国債の利回り差を表示することのできるインジケーターです。FX を取引する方で、ファンダメンタルズを意識される方には特に重要だと思います。為替が動く要因には様々なものがありますが、2カ国の金利差というのは為替の変動の大きな要因です。10年国債の利回りは長期金利とも呼ばれ、10位で紹介した政策金利と同様に、2022年以降の金融市場で市場参加者の大きな関心テーマの一つになっています。各国の中央銀行がインフレ退治で利上げを継続している中にあって、国債利回りも上昇傾向にあります。 先ほどもお伝えしたように長期金利差は各通貨ペアの動きに大きく影響する要素の一つなので10年国債の利回りと利回り差は重要な指標です2022年は急速に円安が進んだことはご存知の方も多いと思いますがこの急速な円安進行の理由の一つも日米の長期金利差の拡大にあります今ドル円の週足を表示しています下段には日米の金利差としてアメリカの10年国債の利回りと日本の10年国債の利回り差を表示していますこのように2カ国それぞれの利回りとその差が表示される方 形になっています。赤の縦線で示したところが2022年からの動きなんですがこの時の日米の金利差の動きを見てみるとこのように急激に上昇していることがわかりますその他に日米金利差が拡大したところを見てみると例えばここの部分も日米金利差の拡大のフェーズになっていますがドル円のレートもこのように上昇していることがわかりますまたここの部分に関しても動きは緩やかにはなっていますが日米の金利差が上昇傾向つまり拡大傾向にありますでドル円のレートに関してもこのような上昇の動きを見せていますそれから 2022 2021年年のの後半かから2021年の頭にかけてなんですがこのように日米の金利差が縮小傾向から拡大傾向に転じたところでドル円のレートに関しても下落トレンドから上昇トレンドに転換していることが分かりますこのように見てみると日米金利差の拡大とドル円の上昇にはある程度の相関が見られることが分かると思いますこれを見てじゃあこれからアメリカが利上げを停止したり利下げをするとドル円は大きく下がるってことっていうふうに思った方もいるかと思いますで過去の歴史を見ると日米金利差が拡大 すすするると縮小する時でドル円の動きにはそれぞれぞ特徴があります結論を言うと、金利差が拡大する時期は、ドル円は大きく上昇するのですが、金利差が縮小する時期は、拡大する期ほどには大きく動かないということを歴史が証明しています。それを分析した記事をトレーディングビューに以前投稿しています。記事のリンクは概要欄に貼っておきますので、興味のある方は併せて見てみてください。また、為替だけではなくて、金融市場全般で国際利回りそのものや、利回り差というものは市場の注目を集めますし、それがマーケットをド ドライブする原因になることも多いですその意味でも利回り差を表示することのできるこのインジケーターは活用の場面が広いと思います個人的にこのインジケーターの一番優れているところはチャートを切り替えると自動でその通貨を発行している二国間の国債の利回り差を表示できるという点にあると思います例えば今ドル円のチャートを表示していますので日米の国債の利回り差が表示されていますがこれを例えばユーロドルのチャートに切り替えてみるとこのようにユーロ圏を代表するドイツと米国の10年債の利回り差が表示されるような形になります なっていますまた国債には年限というものがあると思います10年だったり20年だったり短いものでは2年とか5年だったり国債の償還期間と呼ばれるものですねこれらも組み合わせて利回りの差を見ることができますはい例えば一番上のボックスの国コードのところからアメリカを選んでこの2つ目のボックスのところで20年を選択しますそしてこの3つ目のボックスが2つ目の国債を選択するところなんですが例えばここで同様にアメリカの国コードを選んでこちらのボックスから10年というふうに選ぶと米国の20年国債 と米国ののの10年債利回りさというものを表示することができますこのように表示が切り替わりました。国債の利回りさと金融商品、特に FX ですね。の値動きの相関を分析したい方におすすめのインジケーターです。第6位、ボリンジャーバンドと地高スパンのインジケーター。このインジケーターは、ボリンジャーバンドと一目均衡表の地高スパンを同時に表示することのできるインジケーターです。地高スパンをボリンジャーバンドと組み合わせることで、相場が大きく動き出すポイントを捉えるという、知る人ぞ知る分析ができるようになっています。今、ユーロドルの日足にこのインジケーター をを適用させたものを表示していますこのグレーのラインはおなじみのボリンジャーバンドでオレンジのラインが地高スパンを表していますチャート上に緑と赤のですねこの三角のマークが表示されていると思いますがこの緑の三角が地高スパンがプラス2シグマをクロスしたポイントで上昇しさ赤の三角が地高スパンがマイナス2シグマをクロスしたポイントで下降したという風になっていますで僕はこの分析方法詳しくないので何とも言えませんがそれなりの人気があるインジケーターなので値、ね、動きと組み合わせて活用するなりしているのかもしれません バンドを地高スパンとと組み合わせるのかっていうところに関してはこの動画で説明するとかなり長くなってしまうので詳しい説明を書いたブログ記事を概要欄に貼っています。興味のある方は合わせて見てみてください。またこのインジケーターは一つのインジケーターでボリンジャーバンドのプラスマイナス3シグマまでを表示することができますのでインジケーターの数の節約にもなると思います。ボリンジャーバンドと地高スパンの合わせ技で分析取引したいという方ボリンジャーバンドのプラスマイナス3シグマを一つのインジケーターで出したいという方におすすめのインジケーターです。第5位移動平均線パ パーフェクトオーダーダッシュボード。移動平均線のパーフェクトオーダーも人気のある指標の一つでご存知の方も多いと思います。パーフェクトオーダーには上昇と下降の2種類があり、それぞれの定義はこのようになっています。上昇のパーフェクトオーダーは3本の移動平均線が上から短期、中期、長期の順に並んだ状態。下降パーフェクトオーダーは3本の移動平均線が上から長期、中期、短期の順番に並んだ状態のことを言います。いずれも強いトレンドが発生していることを示唆するものです。このインジケーターは4つの通貨ペアですね。ユーロドルとドルルと ポンドドドドルベイドルルとこれらのパーフェクトオーダーの発生状況を各時間ごとに教えてくれるダッシュボード型のインジケーターです。で実際にインジケーターを表示したチャートがこちらです。時間軸ごとにどの通貨ペアでパーフェクトオーダーが発生しているかが一目瞭然となるインジケーターです。この表の一番右の部分が冷やしの状況を表すものになっていますが、この赤で表示されている部分が下降のパーフェクトオーダー、緑の部分が上昇のパーフェクトオーダーが発生していることを示します。ユーロドルであれば今冷やしレベルで下降のパーフェクトオーダーダーが発生、ドル円 は、日足の上昇パーフェクトオーダーが発生。ポンドドルとオージードルに関しても、やはり日足で下降のパーフェクトオーダーが発生しているという状況を示しています。トレンド相場とレンジ相場どちらが勝ちやすいかといえば、当然トレンド相場の方が勝ちやすいですよね。であれば、トレンドが出ている通貨ペアと時間軸を表示させるようにして、そうしたトレンド相場が発生した時だけ取引できるようにと作成したインジケーターです。ちなみに技術的な制約で買い足のパーフェクトオーダーは正しい状態を表示できないので、非表示になっています。今、チャート自体はユーロ。 4時間足を表示していますが1時間足と4時間足の部分がブランクになっているのはそういう理由によるものですまたこれも技術的な制約なんですが4つのペアの情報しか出力できないため世界で最も取引されている為替のペアということでこれら4つの通貨ペアのパーフェクトオーダー状況を表示するようにしていますパーフェクトオーダーを見ている人は株よりも為替で多いという印象なので為替のペアを表示していますトレンドが発生している通貨ペアに限定して取引したいという方複数の通貨ペアのパーフェクトオーダーを横断的に確認したいという方におすすめのインジケーターです 第4位過去一定期間の高値安値を表示するインジケーター。 このインジケーターは過去何日間、何週間、何ヶ月といったように一定期間の高値安値を表示することができるインジケーターです。前日の高値安値が意識されるという話を聞いたことがある方は多いと思いますが、同様に1ヶ月とか四半期とか半期といった節目となる期間の高値安値も非常に意識されます。そうした節目の期間の高値安値を表示することができるインジケーターです。この期間に関しては好きな値を指定することができます。僕のおすすめは過去20日間、四半期、半期の高値安値を表示しておくことです。これらの 節目の価格は非常に意識されます一つ値動きの特徴を皆さんにお伝えしていきたいと思います20日高値安値と相場の動きの特徴についてです今表示しているチャートはユーロードルの冷やし2020年のチャートを表示していますこちらにオレンジのラインで20日の高値と20日の安値を表示しています はい。まずはじめに、20日高値を超えることで大きくトレンドが発生していく例を紹介したいと思います。今、チャートに赤の縦線で示したところがコロナショックが発生した時期になっています。コロナショックが発生してしばらく経つと、えー、このように相場のボラティリティも少し落ち着いてきて、レンジ相場のような要素を見せてきます。そしてこの上側のオレンジのライン、これが20日高値になるんですけども、ここをブレイクしたことで相場が大きく上に動き出したことがわかると思います。はい。そしてある程度上昇したところでまたこのような中断保ち合いのような形を 作ってて当時ののの日高値こここここちらの部分でですすねここを超えるるるととと再び上昇の動きがが発生していることがるといわか思ますはい、そして今度ここの部分なんですが、こちらの部分では20日の安値を割り込んでいます。そしてその後に再びレンジ相場のような形になっています。そしてこのレンジ相場が続く中で、当時の20日高値、こちらの部分ですね、こちらの高値をブレイクすることで再び上昇トレンドの動きが出ているということがわかると思います。このように20日高値を超えると大きなトレンドが発生して、20日安値を割り込むと一旦それが 終了しもうう一度20日高値を超えるることととで大ききく相場がが動き出すすいい特徴わかると思います今度は逆のパターンですね。20日安値を割り込むことで、加工トレンドに転じる様っていうのを紹介したいと思います。同じユルドルの2021年以降の冷やしを表示しています。ここの部分に注目してください。当時の20日安値を割り込んだことで、弱気な動きに転換し、少し反発したところで、今度は20日高値のラインとぶつかってもう一回反落します。その反落に伴って、再び20日安値を割り込むと、今度は再び反発 すするんですがやはりり日日高値値にに抑えられてて再び下落に転じ安を割り込むその後反発を見せるんですがやはり今回も20日高値に上値を抑えられて下落に転じてもう一度20日安値を割り込むという流れが続いていることが確認できると思います皆さんはタートルズというトレーダー集団をご存知でしょうか20世紀の後半にアメリカで活躍したトレーダー集団で200億円以上を稼いだと言われている伝説のトレーダー集団です実は今紹介した20日間の高値安値の動きの特徴というのは タートルズというトレーダー集団が実際に使用していた手法の一つなんです。で、タートルズについてはまたどこかのタイミングで動画を作ろうと思ってますので楽しみにしていてください。実は僕は今紹介した20日間の高値安値をベースにしたタートルズの手法についてもトレーディングビューのストラテジーで公開しています。ストラテジーというのは売買ロジックを自分で組んでそれを自動でバックテストできる機能のことです。今回紹介した20日高値安値の動きの特徴ですね。皆さんが既に使っている取引ルールに取り入れたりすることで手法のアップグレードにもなるか こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので興味のある方は合わせて見てみてくださいさていよいよトップ3の発表ですがここから高評価の数も一気に跳ね上がりますので注目してみてください第3位ダウンの目線可視化インジケータータ このインジケーターはダウリ論に従って目線とトレンドを色で可視化してくれるインジケーターです。目線付けって初心者の方をはじめとして苦手な人が多いですが、その目線付けを自動で色で可視化することのできるインジケーターです。使っていくうちに自然と目線付けを鍛えることができるため、僕はこれを相場間養成ツールと呼んでいます。こちらはドル円の4時間足。2022年10月からのチャートにインジケーターを適用させた状態です。まずこのチャートの見方なんですが、チャートの背景に色がついていることがわかると思います。まずこちらの赤の部分ですね。これがチャートの時 時間軸である4時間足が下目線の状態を示しています。高値と安値が切り下がっていることがわかると思います。それからこちらのオレンジになっている部分なんですが、これが上位足の目線が下目線の状態を示します。今チャートが4時間足ですので、日足が下目線の状態であるということを示しています。今度はチャートの右側の部分を見ていただきたいんですけども、黄緑色の背景になっているところがチャートの時間軸、つまり4時間足で上目線になっているところです。はい、そしてこの濃い緑で表されているところが、上位足である日足が上目線の状態を示 しています。チャートの左の部分からの流れを振り返ってみたいと思います。ドル円は2022年の10月に政府の円外介入により152円手前から下落トレンドへと転じました。チャートの左側が赤とオレンジの背景色になっていることがわかると思います。はいそしてチャートの真ん中部分ここが2023年の年初に該当する部分ですがここの高値をブレイクしたことで高値の切り上げとともに安値の切り上げも確定し上昇トレンドが発生しました。チャートの背景が黄緑に変わっていることがわかると思います。その そのまま4時間足の上昇トレンドが継続して当時冷やしの戻り高値だったこのオレンジのラインをブレイクすると冷やしが上目線転換背景も濃い緑に変わっていることが確認できると思います 冷足の戻り高値をブレイクした後は、一旦4時間足レベルで下降トレンドが発生し、冷足レベルでの押し目を形成。4時間足の下降トレンドが発生しているので、背景色が赤に変化していることがわかると思います。そしてある程度下がったところで、ここに控えていた4時間足の戻り高値をブレイクしたことで、4時間足が再び上昇トレンド転換。背景が赤から黄緑色に変わっています。 このポイントが上位足である日足と4時間足の目線が揃ったポイントです。そしてここからはチャートの一番右側の140円近辺まで上昇が続くといった流れが続いています。このように上位足と下位足の目線両方を可視化できるので常に上位足の目線を忘れないようにいられますし上位足と下位足で目線の揃った勝ちやすいポイントが色で判断できるようになっています。上位足で上昇トレンドが発生している中下位足の一時的な押し目も色で把握ができるので押し目買い戻り売りの基本トレードも習得しやすいようになっています。 昔「巨人の星」っていう漫画があったんですが皆さんご存知でしょうか 主人公である星ヒューマが熱血親父である星一鉄のスパルタ教育で鍛えられながら読売ジャイアンツ入団を目指すという元祖スポコン漫画なんですがその中で主人公星ヒューマが魔球を投げられるようにと開発されたのがこの大リーグボール妖精ギプスです実際に星ヒューマはこのギプスで魔球をマスターして読売ジャイアンツ入団後はこの魔球を駆使しながらライバルたちと戦っていくのですがこの妖精ギプスのように使っているうちにマルチタイムフレームでの目線付けをマスターできるようになるという願いを込めて開発したインジケーターです インジケーターも第8位で紹介したものと同様に有料で提供してるんですが、なんと3位にランクインするほどの大人気ぶりを見せています。で、僕はチャート読解を学ぶためのチャートリーディングスキル養成メンバーシップっていうものをやってるんですが、このメンバーシップに参加している方は無料で利用できますので、本格的にチャート分析を学んでみようかなという方はメンバーシップの方も覗いてみてください。第2 三本の移動平均線とパーフェクトオーダー。このインジケーターは一つのインジケーターで三本の移動平均線とパーフェクトオーダーを表示することのできるインジケーターです。5位にランクインしたパーフェクトオーダーダッシュボードの姉妹版インジケーターとも言えます。パーフェクトオーダー発生時に背景色が変更になる機能がついてますので、トレンドの発生を視覚的に捉えることができます。今ドル円の冷やしを表示していますが、チャートの緑の部分が上昇のパーフェクトオーダーが発生しているところ、赤は下降のパーフェクトオーダーが発生しているところです。パーフェクトオーダー発生時にシグナルや スタートを鳴らすことも可能です緑と赤の三角がパーフェクトオーダー発生時のシグナルです移動平均線を3本表示している人は多いと思いますがこのインジケーターは1つで3本表示できるのでインジケーター数の節約にもなりますパーフェクトオーダーを使ってトレードしているという方移動平均線を使いつつトレンドの発生を視覚的に捉えたいという方におすすめのインジケーターですそれではいよいよ第1位の発表です 1> 第1位、前日、先週、先月の高値安値インジケーター。高評価数は1019と、第2位以下を倍近く突き放しての圧倒的な人気を誇ります。このインジケーターは、前日、先週、先月、そして昨年ですね、これらの高値安値を表示するインジケーターです。 このインジケーターは全投資家トレーダー設定必須と言っても決して過言ではないぐらいこれらの高値安値は非常に重要です。デートレードであれば前日の高値安値を見ていないというのはありえないですし、スイングトレードであれば先週の高値安値、先月の高値安値をチェックしていないのは致命的です。それぐらいこれらの価格というのは意識されます。高評価の数を見ていただいてもわかる通りぶっちぎりの1位になってますよね。ですのでそれだけ多くの投資家トレーダーがこれらの高値安値を重要視していることの証だと思います。ここではこれらの高値 安値が相場のの中でどのようにに意識されるかについいいて紹介したいと思いますまずは先週の高値安値についてお話をしていきたいと思います。チャートはユーロドルの4時間足、2023年8月のチャートを表示しています。チャートに表示されている青のラインが先週の高値、赤のラインが先週の安値を示しています。そしてチャートの下の部分には黒の矢印でチャートの1週間の単位を表示しています。まず8月の第1週の動きを見てもらいたいんですけども、ここのポイントですね。先週の安値のポイントが一旦反発の起点となっていることが わかると思います。そして第2週に関しては、ここの先週高値のところに到達して、ここを起点として反落していることがわかると思います。それから第3週の部分なんですが、第3週に関しては、週明け早々に4時間足の終値実体ベースで先週の安値をブレイクした後は、1週間を通じてこの先週安値のラインを終値ベースでは抜くことができていませんので、 天井ととととしててかかなり固く意識されいいいるるうことが分かると思います4週目については特に目立った動きというのはないんですが、最後5週目ですね。週の半ばにまた先週の高値まで反発するんですけども、元々が下降トレンドっていうこともあってか、先週の高値を起点に反落していることがわかると思います。続いて前日の高値と安値について解説をしていきたいと思います。チャートはナスダック100の4時間足、同じ2023年8月のチャートを表示しています。緑のラインが前日の高値、赤のラインが前日の安値を示しています。同じように週ごと まず第1週目のところですね。第1週目に関しては週明け早々に前日の高値つまり先週金曜日の高値のところが起点となってこのような反落の動きにつながっているということが確認できると思いますはいそして下がってきたところ週の後半木曜日になりますが先日つまり水曜日の安値が起点となって反発していることがわかると思いますそれから金曜日ですが同じように前日の高値つまり木曜日の高値のところがこの反落の動きの起点になっているということが確認できます できます。それから第2週目に関しては、ここのポイントですね、ここはちょうど火曜日の東京時間がオープンする前ですが、前日月曜日の高値が起点となってえ、このような反落の動きが出ていることがわかります。それから週の後半の木曜日のところですが、前日の高値と前日の安値が、このような反落と反発の起点になっているということが確認できます。次3週目のところを見ていきたいんですが、ここのポイントですね、前日の高値を少し抜いたところから再び反落して、このように大きく下落する起点となっていることがわかります。毎回こうラインぴったりで止ま っていうことはそうそううなくてですねこういったところやこういったところはきれいに反応してるんですけどもこのようにラインを少し超えてくるっていうことはよくある動きですのでこのラインの近くまで来たら何かが起こるかもしれないなという心構えで監視をしていくというのが正しい使い方だというふうに思いますそれから4週目に関しては大きく反発を見せた週となりましたがそれまでの3週間と比べるとそれほど前日の高値と安値が意識されていた週ではなかったと思いますはいただ週の後半の金曜日ですねやはり前日の安値を起点としてこのように反発の動き 気が出てることがわかります。先週の高値安値とか、今表示している前日の高値安値とかっていうのは、注文が集中しているゾーンなので、価格がそこに到達した時には、新規のポジションが立ったりとか、利益確定が入ったりすることで、価格の反発反落が起きやすいポイントです。前日の高値安値とかは、毎日手でラインを引いているという方も多いと思いますが、このインジケーターを使えば自動で表示できるので、ぜひ使ってみてください。すべての投資家トレーダーにおすすめのインジケーターです。さて、皆さんいかがでしたでしょうか？今回はだいぶ長い動画になりましたが。 最後までご覧いただきありがとうございます。え、気になるインジケーターでしたりとか、今これを使っていますというものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。インジケーターはですね、これからもどんどん新しいものを公開していきますので、楽しみにしていてください。トレーディングビューでフォローしていただくと、新しいインジケーターが公開された時に通知が届くようになります。今後の新作に興味のある方はフォローをお願いします。またこのインジケーター気になったというものがあれば、お気に入り登録というものができます。お気に入り登録すると簡単に呼び出すことができるほか、僕がインジケーターの機能のアップデートをした時に通知が届くよう になりますので気になるインジケーターはお気に入りに追加していくことをお勧めしますそれでは今回の動画は以上で終了ですまた次回の動画でお会いしましょうさようなら